皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はまたですね、ジャンプ品の購入品紹介なんですが、はい、こちらに見えてますね。はい、こちら、ナショナルのラジカセなんですけれども、RX-1750 という機種になります。で、まあ、買ったのはですね、まあ、最近よく行ってる某、リサイクルショップなんですけれども、価格は500円でした。はい、で、このラジカセ、製造されたのが1979年、まあ、昭和54年ということで、もうかれこれ、40年これで、経ってますね。で、まあ、40年と言いますと、まあ、今年自分も、40になりますんで、まあ、ほぼほぼための同い年のラジカセと出会って、まあ、不思議な縁日というか、まあ、それを感じて、まあ、買ってきたわけですけれども、まあ、とりあえずはですね、これの動作確認の方をちょっとやっていきたいと思います。というわけで、まあ、ラジカセのこれ、まあ、正面なんですが、はい、まあ、いわゆるモノラルラジカセですね。まあ、ラジカセっていうと、まあ、左右にスピーカーがあって、真ん中にカセットがあってっていう、まあ、大まかなデザインですけれども、モノラルラジカセっていうのはその、左側のスピーカーをぶった切ったようなデザインになってるんですけれども、まあ、主に、1970年代から80年代にかけて、まあ、主に作られたラジカセで、まだステレオラジカセが高かった時代ですね。に、まあ、その手軽に音楽を聴けて、ラジオも聴けるっていう、まあ、安価なラジカセだったんですけれども、まあ、こちらはナショナル製なんですが、まあ、家電メーカー各社いろいろとこう出してました、はい、同じようなこうモノラルラジカセですね、はい、でこの RX-1750 はですね、まあ、一応カセットとラジオが聴ける機種で、一応マイクの端子もあるので、マイクミキシングで、まあ、カラオケなんかも一応楽しめる機種でした。でこの天板の方を見せますと、はい、でこちらがあのラジカセでもカセットの、まあ、操作部分ですね。それからこれがマイクのボリュームで、こちらが、まあ、全体の、マスターのボリュームで、こちらが、まあ、音程ですね、調整で、ここにあのスイッチがあるんですけども、まあ、これが切り替えですね、はい、テープと AM ラジオと FM ラジオの切り替えですね、はい、もうちょっとスイッチ入っちゃいましたけど、それからこちらにあるのがレベルってありますけれども、これレベルメーターがついてまして、この左上ですね、ここに LED のレベルメーターがついてまして、これの機能の切り替えですね、まあ、今はこれでオフの状態で、これを1個下げますと、このバッテリーとなってますけれども、これ乾電池で駆動してる時に、その電池の残量ですね、残量がここに、まあ、レベルで表示されるということですね、はい、まあ、というわけで、とりあえず機能を確認しますけど、まずは AM ラジオ、これまあ NHK の映画ですね。来年度から制度が変わり、前期選抜と後期選抜という名称で、で入試方法を使う FM にしますけど、アンテナ伸ばしまして、人が合格発表は2000円、こちらが、まあ、地元の FM なんですけど、福島 FM ですね。それから、これワイドバンドの FM なんで、こっちの方に行きますと、
はい、こちらはまあラジオアクションのワイド FM ですね、はい、ちょっと曲が出ちゃってるんであんま出せないんですけども、まあ、一応ラジオは OK ですね、はい、それではこちらカセットこちらの方をちょっとテストしてみましょうか。一応こちらが、YouTube のオーディオライブラリーですけれども、というわけでちょっと今1個しかついてませんけどレベルメーターもちょっと。テープのスピードがちょっと狂ってるかなと思うんですけど、まあ、あとで一応それは直すとして、まあ、音もちゃんと出てますし、それなりに、いい音が出てます。はい。まあ、その他の使い方としてはですね、はい、こちらなんですが、まあ、去年作った、Bluetooth のカセットアダプターなんですけれども、これをまず、スイッチを入れまして、はい、青く点滅してますね。それを入れまして、再生ボタンを押して、で、タブレットの方から、今つながりましたね。YouTube のオーディオライブラリから、というわけで、まあ、結構綺麗にクリアな音が出てますね、はい、スピーカーも、まあ、機能は大丈夫だと思います、はい、というわけで、まあ、このラジカセ、まあ、機能的には全然、まだまだ大丈夫で使えるものだと思うんですが、まあ、よく見れば、まあ、傷があったり汚れがついたりしてますので、一旦ですねこれを一回分解しまして、全体的にクリーニングをして、でなおかつこの外観ですね、ちょっとなんというかウォームグレーのシルバーっぽい色なんですけれども、これをですね、ちょっとリノベーションしたいと思います。まあ、要は色を変えようかなということですね。はい。なのでそれと同時に、まあさっきのちょっと若干回転数がおかしいカセット部分とかも一応修理をした上で、まあまあ新しく蘇らせたいなと思います。はい。まあ今回は一応動作確認までということで、この辺にしたいと思います。
では最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。